せい、お疲れっす。またお前と二人か。偉いっすね。大変ですね。大変ですね。久々にこのスタイルだ、俺も。7時半から。7時半会社に集まって。会社に集まって。残業禁止だとか言って。残業禁止だ。帰ってけー。帰ってけーって言ってますけど。今日は、はい、まあ結構重大発表だよ。はい。うん、赤字垂れ流し、まあ、南瀬古も決算出て、はい、練り替え道場株式会社7位とか、はい、まあまあまあ今半期終わってか10月なんで、はい、1月決算であと3ヶ月、あ3ヶ月3、まあ、10月もあるもんで、10、11、12、1なんで4ヶ月か、はい、でやっぱコロナ景気で、はい、まあ、数字がすごい悪いんですよ、はい、でそういう中で、まあ、ちょうど今日から足場も今日から目標っていうでやり始めたっつってね、はい、朝6時から夕方6時まで終わろうとかさ、はい、残業減らそうって言って、はい、お金じゃないよね、お金じゃないです、あれじゃなくてみんなはやっぱその環境を良くしてあげたいっていうことで、はい、まあ、うちも営業で俺ちなみにそのそうそう、まあ、職人を今そうやってやり始めたんだけど、はい、ちょうど俺も今日から、はい、営業店長業務、はい、うん、店舗業務、はい、を今日からやってんだわ。じゃあもう本社の店長ですか。店長、本社の店長で就任しましたよ。広告ありがとうございます。就任です。今日で YouTube やめます。ありがとうございました。また見てどれ喜んどる。あ、ちょっと待って、喜んでると思うよ。うちのチャンネル、うちのチャンネルなんか平均 5% ぐらいらしいけど、バットがはい、うち確実に1割ぐらいついてるだろう。なんでやんだろうな、これ。同じ業界のやつが文句言ってもな。まあ多分そうですよね。やっぱり面白くないんですよ、業界が同じだから、はい、応援してやマジで。でもそこっちの方で、うん、まあ盛り上げようよ、建設業よってね、またね、はい、いい子たちがいっぱい入ってくれて、こういう動画見てね、まあどぎついやつもやっとると思うんだけど、はい、こんなん上げられたら誰も建設業働かねえよとか言うけど、いや違うでしょって、はい、職人の世界ってこういうのが、まあ、こういう子ばっかじゃない、もちろんこういう子ばっかじゃないけど、はい、ああいう子持ってこういう子持ってってもちろんあるけど、こういう子もおるのは確か、はい、俺らみたいなやつらがおって、はい、まあ、そういう人たちが一生懸命商品作ったら、はい、お客さん喜んでくれて、はい、で気づいたらね、5人の会社が10人になって20人になって30人になってって、はい、結局お客さんを喜ばしとるんだからさ、はい、でそれによってここに来た、でやっぱりいいものを作っとりゃお客さんに喜んでもらえる、まあそうっすね、でましては俺なんかそうじゃん、お客さんのとこ行く商売じゃん、行く商売、毎日会う商売じゃん、はい、俺はあのゼネコンとかのああいう仕事しとる人たちとちょっと違って、俺らリフォーム業って言って、はい、どっちかっていうと建設業カテゴリーじゃなくてリフォームカテゴリーなんだよな、はい、いつもお客さんと会うじゃん、そうですね、うん、なんで、まあ、結構お客さんとの、その対話とか、その喜びっていうのが肌で直接感じれるから、はい、感じれますね。そうそう、同じ飛び職でも、同じ塗装の職人でも、はい、喜んでくれる人たちが目の前におるんだなっていうのは、はい、肌で感じるよな。直接職人も声かけられますからね。お客さんから。ありがとうございます。それ言ってほしい。それって、それがでかいですよね。あ、でかい。僕らって。本当にでかい。うん、お茶出してくれたりさ、はい、いや、いいですよ、いいですよって言って、本当の頑張っとんのにって帰りさ、はい、ね、なんか写真一緒に撮ろうとかいろいろあるじゃん。ああ、ありますね。うん、そういうのって、まあ、嬉しいことだと思うんだけど、はい、まあ、そんな嬉しいにもかかわらず、はい、まあ、もちろんうちの社員は一つも悪くない。ただ、やっぱコロナっていうその強敵と戦って、はい、まあ、会社もまあ正直赤字。で、まあ、通常通り戻ってきとるなとはいえ、まあ、よくみんな奮闘してくれてるうちの社員はね。まあ、そうですね、うん。いろんなことを改善してっとるんだけど、はい、じゃあなんで俺はじゃあ店長をやったのって。はい、これからやるのって、まあ、人数が足りてないのもある、はい、であと人間ってさ群衆心理もあるんだわ、もうダメだダメだって、なんかもうダメだからもうダメでいいやみたいな、ああそう、負け癖みたいな、みんながみんながってことですか、そうそうそう、はい、負け癖ってあるだろ、もうあいつには勝てんからいいやとか、あの先輩は怖いからもう文句言っとこうとか、はい、確かに確かに、あの人が来たらもう黙っとこうとか、黙っとこうありますね、負け癖ってあるじゃん、はい、まあ、本当にそう人間の心理って俺あると思うんだよ、まあ、その群衆心理では、そう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 、まあ、いろんな心理があるんですけど、そうそうそう、はい、よくやっとる方、本当にうちの社員、まあ、上になればなるほど、まあ、よし、こらえようって言って頑張ってくれてるけど、はい、うん、こういう時だからこそって言って頑張ってくれてるけど、やっぱり辞めてく人が出たりだとかさ、まあ、出ますね、うん、でもうなんかふわーってなっちゃったりとか、はい、楽しくないやってなってっちゃったりとか、はい、いろんなことが重なって、はい、で、まあ、俺らじゃあ、まあ、なんで入ったっていうのは、はい、もちろん立て直そう、まあ、みんな盛り上げよう、はい、もう一回面白いね、もう来年また面白い数字作ったろうって思ってるけど、はい、数字だけじゃなくてね、はい、いろんな目標、いろんな、まあ、本社もいろんな目標作ってるんだけど、はい、会社ってどうなったらよくなるって、売り上げ上げるか経費下げるかしかないのかな、ああ、もう原価下げるか、そう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 、もうその利益を伸ばすか、もうどっちか、そうそうそう、お前さっきいろいろ打ち合わせしてる時にさ、はい、まあ
ミーティングを増やすとか、なんか言われてる。はい。はい、まあ、それ、まあ、もちろん分かっとって言っとると思うんだけど、はい。でも、下のこと分かんないんだよね。なんでミーティングを増やされてんだろうな。はい。なんでこういう風になってんだろうな。はい。残業はうちは違う。まあ、半分営業マンは固定残業が入ってるもんで、はい。まあ、別に残業つけるわけじゃなくて、はい。まあ、俺は まず、その数十年じゃなくて楽しい会社作ろうぜって。はい。だから休みの日はもう電話出ない、本社は。ああ。本社だけ。はい。もう絶対休みの日電話出んなって。あ、電源切れって。ダウンですね。何が僕、本当に日曜日電話したんですよ。誰にプランで電話したんですよ。うん、電源入ってなくて。まあ、うん、毎日絶対出るんですよ。バカやろ、何の電源入ってんの日曜日。メッセージ送れ。メッセージ送れ。はい。メッセージ送れ。なんで、あの、動画送りました、僕の。配信。チャットワーク送りゃいいんだもんね。はい、で そのための会社の投資してんだもんね。まあ、そうですね。設備用意してるんだもんね、はい、ソフトワーク。はい。だから、それやっていかなきゃいけないし、ね、はい、まずいい会社して、みんながまず楽しく来れる。はい、まあ、そこからもちろんスタートなんだけど、はい、じゃあどうやって売り上げ上げればいいのって言ったら、まあ契約率上げるとかいろんなことがあると思う、はいはい、だわね。ただもう本当に、まあ、経費下げるって限界があるじゃん、まあ、限界そうそうそう、最低限そうそう、もう、はい、高速使うなとか、はい、まあ、あると思うんだわ、はい、だけど本当に俺ビジネスって本当に単純だと思うんだよね。お前といろいろ喋っとって、まあ、はい、俺いろんな人に社長やってほしいって言うじゃん、はい、だけど本当に俺はもう本当にビジネスがもう単純だと思ってるの、はい、だって売り上げを上げるか経費を下げるかしかねえんだから、はい、うん、でそれだって一個一個見てたらあるわけでしょ。まあそうっすね。もっと経費下げたいとかいろいろ言ってるわけでしょ、はい、お前らは。で、これもうちょっと売り上げ上げるためにお客さんの数を増やすとか、はい、でも本当に単純な世界だと思うんだよね。まあ単純、まあ単純って言ったら単純ですね、本当に。そうそうそう。でこのカメラの向こうにおる、まあ、はい、ね、今結構ね、こうやって求人道場ってやってさ、はい、200社今日ちょうど本当に200社超えた。あ、本当ですか。掲載が、はい、で、ね、あの働きたいって言って求人働いてる子もいっぱいおるんだけど、はい、求人見に行ってる子もね、はい、だけど本当にこれから独立したいとか会社経営者になりたいってやっぱ思ってる人多いから、うちのね、視聴者、はい、だったら何やんなきゃいけないのって、その自分の会社でも、ああそれ、うん、俺は従業員だからもう社長が儲かるだけだからとか、はい、じゃあでもそうなったらやめろって言って、この間のあいつもそうじゃん、よく言ってます、お礼も言ってこん、あいつ、はい、はい、これ悪口言ってもうこれ3日後くらい出ちゃうと思うとかで、たぶんバットがあいつだけで、そう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 だけど、もう本当に、はい、いや、勤める以上ね、うん、やればいいんだわ、うん、だけど、はい、何が悪い、これが悪いっていうのは、まあ、誰のせいでもないし、はい、でも俺もそう、で俺は社員のせいじゃない、これコロナのせいでも何でもない、はい、俺が悪い、はい、だから俺がやる、いや俺コロナのせいとか、はい、社員のせいとか、あんなせい、こんなせいって言っとったら、はい、何もやらないじゃん、はい、コロナでしょうがねえじゃんって、まあそうですね、うん、ただ俺は、ね、あの黒字にしたいとか、もう儲けたいとか、もっと売り上げ上げたい、もちろんあるよ、そのためにね、何のためにって言ったら、はい、やれることあるでしょ、はい、いい時も悪いことも、で儲かってるからやらなくていいのもないしね、はい、今まだやれることあるでしょ、もっとお客さん喜ばせることできるでしょ、はい、もっと経費下げることできるでしょ、はい、もっとお客さん喜ばせて売り上げ上がることだと思うんだけど、はい、また紹介とか広がっていくわけじゃん、はい、だからもっと、うん、売り上げも上げれるだろうし、はい、経費も下げれるっていうのを、まあ、まず俺は本社から証明したのかなと思った、はい、俺これ動画撮ったもんさ、視聴者の皆さん、はい、でまた多分アンチコメント入れると思うけど俺 やる前からこれ言ってんだよ、だからみんな、はい、いやもう無理ですよ、大変ですよって、で俺も言いたいもん、はい、で俺今日、まあ、初めて本社のメンバーと4人3人と、はい、1人1人面談したな、4人か、はい、で、まあ、15分程度ずつだよ、はい、で俺も絶対やるからって、はい、まあ、力貸してくれよって、はい、俺も絶対無敵だから、絶対数字良くなるから、ね、はい、全然抜くからって、はい、言うのって勇気ない、いらん、お前言える、足は絶対2000万余裕でやります、3000万余裕でやります、はい、15% 絶対上げます、はい、っていうのってめっちゃ勇気が、勇気いますね、言ったからにやらなかったんですよ、そうそう、これ、はい、アンチコメント湧く人もおると思うんだけど、はい、まあ、まず言うことからなんだわ、はい、俺絶対5キロ痩せるってこともそうじゃん、はい、言えば言うほど俺成功確率って上がると思ってるの、はい、人に言えば言うほどね、はい、で、まあ、まあ本社数字作ります、はい、で それ動画にしたいなと思って定期的に発信して、ああ、で本当に定期的に発信して、そうそう、まあ、今月はこれで、まあ、大体ザクッとでこれがやったよ、そうそう、でこれがもう日本一の、ね、はい、練り替え道場を作った男かと、日本一って言っちゃったみたいな、いやでもまあまあやよ、ホーム販売とかでうちよりでかいとこあるわ、はい、でもうちと同じ業態でやっとるところで多分うち一番じゃない、まあいないっすよね、逆に、うん、確実に一番だと思うし、はい、まあ今今度本当またセミナーするよね、マジですか、まあ、オンラインセミナーで今イベントやれないから、あでもこの東京の本当アリブースでもやってくれって言われてるぐらい、はい、だって産業リーグの人にしょっちゅう出てるじゃん、はい、リフォームで1位で YouTube でね、はい、で皆さんのまあおかげだと思うんですけど、視聴者、俺はもう
もちろん登録者数増やしたいっていうのは何って言ったら、今この動画をここ最後まで見るようなやっぱモチベーション高い人たちを集めたくて、ふざけたこともやってるっていう前提ですね。まあ真面目なことをやってだけやって、パイが少なかったらやっぱ広がって感じじゃん。はい、面白いこともやりながらこうやって真面目なこともやって、はい、やっぱ今見てくれてる人ってそういうので面白いものから知って、こうやって今こういうのも興味持ってって、はい、独立しようって、まあ結構来るじゃん。結構で、ね、コメントとかで見とっても、うん、まだあのふざけたことやんなとか言って、うん、たまに来ますよ、ね、セミナーだけ取ってくれよとか言って、ね、そうそう来るな、来ますよね、うん、結構それだと伸びんでかんだよ。そうそう伸びない怒られるな。俺も数字も出さんと会社から俺もね、はい、お金もらってやってるわけじゃん。はい、うん、みんなの利益を使って、まあ言っても今 YouTube トントンぐらいもやってるけど、俺の給料は出てないもんね、はい、出てないですね。俺が 100% YouTube に時間 SNS だね今、まあ、はい、YouTube だけじゃなくてインスタTikTok 全部やってるから、はい、SNS チームだよね、はい、チーム、まあ、お前も俺も、まあ、別件のこともやっとるけど、はい、まあ、まあ経費っていうのだいぶ出てきてるけど、まあ一定まだ給料まで入れたら赤字だよね。で給料は出てないですね。うん、そんな感じです。はい、ちょっと喋りすぎましたけど、自分ね時計見てんだよ、はい、時計とかこれ動画がこれ見れるな。アップローチで買った方がいいよ、みんなね。こうやってモニター映ってんの、こうやってね。でこれであの遠隔でピッてスタートして、でこっちで止めれるの。はい、皆さんこれでチャンネル登録といいねお願いしますってピチッて切るんだよね、俺最後。はあ、じゃあこれ駅とかでこうやってポンと置いてってやつ、そしたらこうやって見れるんですね。あ、そうです、女子高生のパンツの中とか。あ、そうだな。そうっすよね。お前そういうことしか思いつかんの。ちょっと俺今日新幹線の用事で来ちゃった。あ、東京行って帰ってくる。僕もちょっとあの名前に東京行って帰ったらそのただ乗れるのかな。僕じゃあ送り迎えしますね。なんでやねこいつら、ほんとバカだなってお前のせいだって言われたの。まあ同じか、2人分からん。こんな黄色いヘルメットかぶって喋ってくれるやつ夜の8時で、まあ、俺は言っとるのは、はい、まあ、上の子たちには もちろんお前らがやらなあかんだろって言って、もっと働けってもちろん言ってます。はい、だから矛盾してるじゃんとかどの子のじゃなくて、はい、いや上の責任だ、いや上に行けば行くほど責任は重いから。そうですね、一番上、俺が一番責任重いし、はい、うん、もちろんね。で、まあその下についてきてくれてるね、まあ、幹部クラスっていうのが、はい、まあ、その子たちに次の責任も面白いに乗っかってもらっとるし、担いでもらっとるし、はい、まあ、さらにその下ってね、はい、レギュラー陣っていろいろおるじゃん。はい、で、まあ、新卒の人たちとかはまだまだお客さんだからさ、まあ、職人でもそうでしょ。職人でも、まあ、はい、幹部クラスと下は違うや。下は違う。で、若い子たちがまあ、サッカーできようとか、はい、まあ、あると思うんだけど。はい、なんか何の動画がよくわかりませんが、チャンネル登録といいね、いいね、よろしくお願いします。じゃあ、ここでポチッて押し切るんでね。はい。またねー。また見てー。